はい、皆さんこんにちは、アリアです。今回もプロスピエースやっていきたいと思います。はい、で今回は何をするのかというとですね、まあいつも通り、イベントの報酬の開封をしていきます。で、今回はですね、プロスピパークの、報酬を開封していきたいと思います。で、一応全部取り終わりまして、最後12万のやつ、イベント限定のフランチャイズプレイヤーの、スランク契約書も取れましたので、なんとかそちらも開封していきたいと思います。はい、でまあ、もちろんね、狙うは岩瀬投手ですね。まあ能力値的にはちょっとね、まあ下がってはいるんですけど、まあ、またね、あの後々、OB とかで出てくる可能性があると思うので、まあね、できれば出てほしいなと思っております。で、今回またちょっと量が多いので、B ランク契約書に関しては、また後々引いておきます。今回は A ランク契約書、ゴールド契約書、 S ランク 10% 契約書、イベントの S ランク契約書の順に引いていきたいと思います。では早速いきましょう。まずはもう A ランクからですね。で、 A ランクもいっぱいあるので、もう自チーム自チームじゃないやつ関係なしに全部一緒くたにして引いていこうと思います。ただちょっとね、枠が空くか、枠があるかどうか、あ、そうか、10枚以上あるね。ということで、早速引いていきましょう。 GO。 まあね、まあ限界突破要因とかが出てくれればいいかな。さあ誰が出るかな。そうか、スキップでいいね。スキップします。ほい。お、ビシエド。まあ、ビシエドはね、まあ残念ながら今はいいかな、持ってるから。星5をね、あ、星5じゃない、超豪華。限界突破5回終わってますね。大島はいいですね、ありがとう。お、岩瀬選手いいですね。平野選手、メジャー決まるからシルエット化になるかもしれないですね。はい、岩瀬選手2枚目。次、お、赤瀬選手、ソフトバンクですね。はい、おお、岩瀬選手いっぱい出ますね。石川選手、藤川選手、藤川選手はどうだろう、持ってるかな。お、田島選手、これはいいですね。限界突破に使えるメンバーが出てくれたのと、岩瀬選手を何回限界突破できるかな。3枚か。で、確かね、持ってた気がしなくもないんで、あ、持ってないかな。まあでもどっちにしろ、ね、限界突破要因でこれだけ出てくれるのはありがたいかなと思います。はい、ということで、まだ残ってたっけ、 A ランク契約書残ってたね、それがさっきね。あ、で、自チーム契約書どうしようか。あと、もうこれだけかな、 A ランク系は。じゃあもういいか、あとで岩瀬選手出しに、岩瀬選手を引いておくとして、じゃあゴールドにしましょう。もうよし、じゃあゴールド引く前にちょっと時間が怪しそうなので一回、カットします。さて、ということで、ゴールド契約書引いていきたいと思います。ゴールドも結構あるよね。まあ、グランプリ報酬とかで結構たまったので、まあ、プロスピパークの報酬だけじゃないんですけど、あー、そうか。そっか。まあいいや。ちょっと一回、じゃあ、受け取りましょう。はい。さあ、S が1枚ぐらい出てくれると、お、A ランクぐらいは出そうですね。竹熊選手、お、小林誠選手、宇都宮選手で A ランクですね。お、内選手で、山本選手、小林選手、桜井選手、吉田選手ということで、はい、うん、ちょっとボックス整理してきます。すみません、もう一回カットします。
さてということで、何度もカットしてすいませんでした。ゴールド残り1回契約書やっていきましょうか。全部でゴールド契約書6枚ですね。じゃあ取っていきましょう。まあ A ランクとかが出てくれて限界突破要因が出てくれると一番ありがたいのかなっていう感じです。うん、でも B ランクっぽいですね。中島選手かな、上沢選手、小笠原ですね。頑張ってほしいね来年ね。で、鈴木大地選手、荒木選手、そして、銀次郎選手ですね。うん、はい、オール B ランクでした。 OK。 さあということで、まあ S ランク系、 S ランク 10% 契約書、じゃあいきますか。これで S ランクが出てくれるとありがたいけど違いそうですね。 A ランクかな、限界突破に使える選手がいい。おお、ムネリン川崎選手ですね。はい、あら。ということで最後、 S ランク契約書イベント限定のやつですね。まあ、できればここで岩瀬選手が来てくれると嬉しいなとは思いますね。うん、やっぱ覚醒させると、覚醒させるまでに時間かかったりとかいろいろまあねあるので、できればここで岩瀬選手が引けると文句じゃない、なんだろう、めちゃくちゃ嬉しいよね。じゃあ行きましょう。さあ誰だ。できれば本当に岩瀬選手が出てくれるということはない。おお、中村拓也選手か。これはね、これでありがたいんですよね。あの2015年のあれ、あのタイトルホルダーじゃないや、ベストナインかなんかを持ってるので、それの継承要因になるので、これはまあそこそこありがたいかなとは思ってますね。うん、でもちょっと能力値がどうだったか覚えてないけど、下がったってたんだっけ、ちょっと見てみましょうか。おかわりくんの S ですね。で、60、81の66と。で、僕が持ってるのがこれですね。ベストナインのやつが66、86、66。あれ？数字ですね。66、86、86で、60、81、66か。ミートとパワーがやっぱりちょっと落ちちゃってるけど、スピリッツのことを考えるとこっちに継承した方がいいのかなとはちょっと悩ましいところですが、うん、まあちょっといろいろ、そうですね。でもまあ特殊能力にパワーヒット連発とかまああるんで、悩ましいですね。どうしようかなって感じです。うん、まあちょっと保留にしときましょうかね。ということで、まあ一応まあ今回出たのはこんな感じでした。ということで、じゃあオーダー紹介いきましょうか。はい、ということで、純正オーダーの紹介です。まあメンツとしては変わっておりませんし、まあ、だいぶ育ってはきましたね、実際問題。はい、まあ育ててない選手もいるので若干まだ、バラバラではありますが、だいぶ、選手も育ってきてるかなというところですね。はい、で、リアルの方では、昨日の朝、動画がある頃だと一昨日の朝になるのかな、新外国人のピッチャー1人決まりそうですね。なんだっけ、オネルキ・ガルシア選手かな、が一応決まりそうみたいな報道は出てますね、今ね。ね、どうなるかなっていう感じです。でもなんか見た感じ、中継ぎっぽい感じなんですよね。なんか一応、先発も経験してるのでっていうことみたいではあるんですが。
うん、まあピッチャーどうなるか、まあ、もう一人取るみたいなので、まあ、そっちにもちょっと期待したいかなっていうところが今の現状かなと思います。はい、でね、ゲレーロも巨人行っちゃったし、ね、アルメンゴことジョーダンもヤクルト行っちゃいましたからね、そこがの穴をねちゃんと埋めてくれる選手であることを、期待しております。そしてそして中日ドラゴンズといえば、ちょうど昨日かなもう個人的にはなんでっていう報道なんですけど、松坂選手ですね獲得するかもみたいな報道が出てましたけど、実際投げられるんですかね、まあ、投げられるんだであれば、まあね、獲得してもいいのかなとは思うんですけど、うーん、なんかちょっと怪しい感じはするので、まあ微妙なラインですね。まあでもなんか一応ね、春季キャンプでテストしてその結果を見てということなので、まあね、どうなるか、まあ見守りましょうか。まあ来年いきなり優勝とかっていうのはちょっと難しいと思うので、ね、頑張って来年 A クラスにそろそろ食い込んでくれると、ね、中日ファンの僕としては嬉しい限りですね。はい、ということで純正賞、まあ紹介するところがほとんどなかったので、まあ今のというかね、中日の補強情報とかその辺についていろいろちょっと喋ってきました。はい、ということで、まあ一応今回はまあね、プロスピパークの報酬開封を、していきました。はい、ということでですね、また、これからも動画を上げていこうと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、ということで、今回の動画はここまでです。またね。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。